介します。石倉ゆかりです。清水のゆみです。一生懸命頑張ってますんで皆さん応援してください。よろしくお願いします。
在自分が置かれている立場についてなんですけども、自分は今 FMW の一番上としてやってるんですけども、今までは FMW 女子のレベルアップっていうのを一番の過程においてやってきたんですけども、今の段階で言うと、私それは私一人が思ってても、もうやっぱり追いついてこれない段階に結構なりつつあるんじゃないかなと思ってるんで、今は前のように FMW 女子のレベルアップレベルアップっていうよりも、もうこれからは私よりも下の子たちがどん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 頑張ってついてきてくれなくちゃこれはもうどうにもならない問題だと思うんで、自分としてはやっぱり FMW をとりあえずもう下に任せたいと、それで私個人としての確率をもっと強めていきたいな、そのためにはやっぱり団体内だけじゃなく、もっと外に出ていろんな人とも戦わなくちゃいけないし、そういういろんなこう目標を持った人間が集まって一つになった時に FMW 女子っていうのは今まで以上にない力が発揮できると思うんで、今までは結構みんなで力を合わせて頑張ってやっていこうっていうところが多かったんですけども、これからはやっぱり個人がもっと向上心とか欲を持ってどん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 上がっていくことがレベルアップ、だから私一人が頑張るんじゃなくてみんなが目標を持って頑張っていくことがレベルアップだと思うんで、私は私の目標を作って、他の子は他の子の他の子は他の目標を作ってやっていくことが今の一番の目標を達成する近道なんじゃない、近道っていうのはないと思うんですけども、そういう段階じゃないのかなと思います。自分の目指すプロレスなんですけども、目指すプロレスっていうのはとりあえず今女子の団体も増えましたし、レスラーの数っていうのはすごく多くなってるんですけども、その中でいかに自分っていうものをお客さんの心の中に残せるかっていうのが私の中のテーマなんですけども、特にうちは男子も一緒っていうことで男子の試合をメインに見に来るお客さんっていうのが多いんですけども、男子を見に来たお客さんの中でも帰りに、ああ女子っていうのもすごく面白かったなって、中でも工藤っていう選手はっていう風になってもらえたら本当にもうすごく嬉しいと思いますし、FMW の中だけじゃなくてやっぱり女子プロ全体を見た時にも自分の名前が上がってくるような選手だから、何か一つ何でもいいんですけども、こう心に残るものっていうのをお客さんに伝えていくプロレスができれば、嬉しいと思います。